の語り部屋第3弾です。今日のお題は私がトレーニング中に聴く音楽、ご紹介していきます。これもあのインスタグラムの方でお題を募集して来たお題なのでちょっと答えていきます。これ結構聞かれるんですけど、私トレーニング中結構バラード聴いてるんですよ。意外にっていうかテンション上げすぎちゃうとなんかちょっとテンション上がりすぎちゃうんで結構控えめにしようと思ってて、バラードの洋楽を聴いてます。でアーティストで言うとシアラとか、じゃちょっと流してみますね。若い方とかだったら知ってるのかな。シアラとかはすごい好きなんですよ。こういうアラのビートに聴いてますね。あとはステイシー・オリコとかも知らないと思うな、多分10代の人とか。私が小学校ぐらいの時にすごい流行ってたんですよ、ステイシー・オリコは。あとはキアラもこれは最近のアーティストです、結構。あとマレージュ・キュージなんかやっぱりね、この世代が好きです。この世代の音楽がやっぱ小学校中学生ぐらいの時に聴いてた好きな歌とかを未だに結構聴くかも、聴いてます。で曲のテンポは本当にこれぐらいな、ゆっくりな感じ。あ、ジャネット・ジャクソンね結構フォルダやばいですよね最近のアーティストあんま聴かないんだよな。あ、好き。知ってます？ドラゴンアッシュ。ドラゴンアッシュも好きだな。多分世代の人はすごい好きなんじゃないかな。私より少し上の世代なんで、私今27なんで少し上の世代なんですけど、ドラゴンアッシュとかも好きです。邦楽はでもなんか急に入ってましたね。こういうのもちょいちょい入ってるかな。セリアの子こういうの聴いてるんですよ、私はトレーニング中に結構ね、びっくりするされると思う。全然ヒップアップでガンガンとかあんま意外に聴いてなくて、こういうので結構テンションが上がります。あ、この歌いいなみたいな感じ。あ、もうアリシア・キーズは本当に大好き。アリシア・キーズは本当に大好き。2回言っちゃったもうね、この声も曲調ももう全部大好き。あとはまあキーシャ・コールも好きだ。これも大好き。この歌も大好き。あ、これ割と最近、ウィズ・カリファ、なんだっけ、映画のワイルド・スピードの主題歌です。これも古いのか、私からしたら結構最新レベルのやばい笑われた私からしたら結構最新レベルの曲です、これ。私結構本当に古いのが好き、何でも。だから多分時が止まってるんでしょうね。なんか新しい歌とかいいなって思うけど、やっぱりなんかずっと耳につくとか気に入って聴く歌は古い歌かなが多いです。あとビヨンセビヨンセもね、なかなか古いですよね。ビヨンセも好きで、しかもビヨンセもその激しいやつじゃなくてこういう系のちょっと静かな感じのが好き。まあそんな感じですかね。うん、とりあえず曲調はこういう結構ゆっくりめなのを聴いてるよっていう感じでございます。これが普段私が聴いている音楽たちです。で本当に最近の歌を知らなすぎるので、ぜひ心の優しい皆さん、よかったらコメント欄にリンク付きでこの曲聴いてみてとかあったら教えてください。自分で多分検索できないんでぜひリンク付きでお願いします。なんかやっぱ最新の曲も知りたいですね。でちょっとかっこいいビーツしてるくせに
聴いてる曲フルみたいになってるんでちょっと新しい最新の曲をぜひ教えてください。はい、まあ今日はこんな感じの語り部屋でした。また、まあ、週1回ぐらい放送しますのでぜひ見てください。ではご視聴いただきありがとうございました。また見てねー。